綺麗なものをあの何もなくて見ようっていうのが甘いんだ。ちょうどこれ花城公園のカーブみたいだね。花城公園のカーブ入ってくる。座りぐらいの子。いやいや、いいな、なかなか。昔はいつもあっちの駐車場だったけど、ここが自転車で来てんじゃん。じゃない、お城があって遠くに映っててね、ズームで撮りたいね。ズームが失礼しました。もう少し年取ったら。そういうことか。綺麗だね。なんかこんな景色あったっけか。なんか裏から入ったかして、あまり。あ、でもここで撮った時あるよ。あ、どっから撮ったんだ。ここら辺食べてて撮ったんだっけかな。
1500円だっけか、入館料1500円だっけか、もう終わったね。もう乾杯かだよな。もう4時だもんね。4時で、もうおじさんと元々はな。たまに登ってみる？たまに登ってみる？じゃあいいや。どうした？イケメン置いとかないだね。ここには負けるよ、ちょっとやっぱり負けるでしょ。これだけ広いとね。いや、ここさん、あ、ここさあったんだめな。でもこのあれだからな。あ、ここさあったんだ。じゃこれ後からだべ。で、ここ散歩できないじゃん、ほんまだ。まあそこ地図書いてあるね。天使くんだろ。やっぱりこう散歩できるとかちょっとあれだよ、大小運動が故障とか台所本丸。うん。だそっちもだね。そっちはなんかなんとか壺のお風呂や。じゃあここに集合じゃこの辺歩いてくるわけだ。うん、だめですね。ほとんど天守閣さんがいねえんじゃないか。どこにお父さんが住んでる。この辺だべ。大広間ここでやだべ。家来とあるんで。玄関、大書院、小書院。そんなことないんじゃないの。